どうも、エルザレートです。それではデスストランディングやっていきましょう。いやー、次はまた登山ですね。まあ、今回は登山家のところまでということらしいんで、どんな感じになるかちょっと今からですが、長い旅にはなりそう。メモリーチップね。あれ、フラジャイルか。すごいわ、サム。ありがとう。ゴジラ、凍ったシャボン玉。さあ、受注しましょう。まあメインミッションだね。このタイミングでこの銃が手に入るのちょっとな。こんな感じかな。まあ、借りようか。多分使わないと思うけどね。まあそもそも装備自体が雪山用なんでね。だいぶ山を登るは楽になるんじゃないかなと。さて、問題はここ。早速迷子。でも誰かが通ってくれてるから道にはなってるね。お気をつけて。さあ、特急が降ってるか。はい。ああ、どこを取っていっても全面的にか。あ、やっぱ進みが遅くなるね。おお、あー、でも楽、快適だな。これでもレベル2までなのかな、バイクはね。
マジか。ちょっとルート変えよう。で、ここで山登ってこう行こうか。いやー、見えないとね、そもそも対応できないからね。いや本当だよ、ルー早く治ってくれよっていう話なんだけど。いや、結構頑張って上がってきたと思うんだけど、バイク。で、これをこう行ってか。バイクで行けば、行けなさそうもないなっていうレベルだね。バッテリーがね、思ったよりないのよね。おお、登れたが、そう、ルーはいないんだよね。さあ、一応効かないブレーキをと思ってかけたら意外とかかる。いやー、超快適、バイク。行きはいいけど、帰りはなっていう感じだね。そうか、ここまでっぽいかな。それだったら使えるところまで使って、あそこになんかあるんだよね。ラッコスタイルでね。めっちゃ助かる。さあ、でもこれ右側から行っ
たら結構綺麗に抜けれるんじゃねえか。見た感じこっち行ってみるか。そういえばちょっと試したいことがあって、ちょっとできるのかは不明なんだけど、確かねバイクね、僕の記憶違いじゃなければが場所でちょっときついか、無理か。多分ね乗れるっていうか渡れるのよね。まあ多分登る角度だともうダメなんだろうね。仕方ない。からはサムに頑張ってもらうしかないね。いや引っかかるな。さあこっから、右側か。あったあったあった。いやでもだいぶバイクで省略できたんじゃない。帰りも同じ道使えば多分早いはず。よしよしよし、ついたついたついた。めっちゃドラム感あるけど。さ、配達でーす。あ、S だろうね。あ、星が一個も満たなかったね。彼女は少し楽になったと。でも実際のところ、先生が言うには抗生物質の投与だけでは万全じゃないとおっしゃっています。お腹の子供のこともあります。ちゃんと診察した方がいいと。こうお願いです。先生のところに行ってくれませんか。先生よく聞こえませんが、何か治療用の機械のようなものを用意してくれているそうです。それを受け取って届けてほしいんです。マジか。必要なものはその棚から好きなだけ取ってください。お疲れ様でした。その棚から
マジか。マジか。往復か。依頼人はできるだけ早く荷物を持ってきてほしいと言っている。配達時間の速さが問われることになるな。だがそこにはカイラル通信がつながっていない。そのため武器装備作成はできない。そうだね。提供した機材から必要なものを選んでくれ。依頼開始とともにタイマーを動かす。今のうちに持っていくものをしっかりと検討しておくんだ。そうか。これは念のため輸血。フロータイかな。意外とバイクでどうにかしようと思ってるから今んとこ。うわーマジかー、めっちゃ大変やなーこのミッション。依頼が受注されました。目標時間が設定されました。こうだな。一応これでいこう。サム、患者の容態を考慮して目標時間を設定した。カウントがゼロになっても納品はできるが、可能な限りその時間内に届けてやるんだ。あんたをせかしておいてすまないが、BB の方はもう少し待ってくれ。はいはい。これ曲がって。つながってくれたら BB 回復のためにも。マジか。ここまで頑張って運んできたけど、おお、どうしたどうしたどうした。はしごは使うが登り用だね。よし、止まれ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 、止まるんだ。思ったよりか行くな。完全に。ルートは変えよう。結局っていう感じだから。
まあ時間内かどうかで結果が変わるのかな。あとはバイクは次レベル2をちょっと出したいね。バッテリーが気になるからその分。まっすぐじゃなくて斜めに乗り行けばね。斜めに行けばね、どうにかなると思うんだよね。逆に下りはね、快適。あ、でも行きでこの迂回するルートを見ててよかったね。ここも抜ける。まあね、ちょっと激しめだからね。いや、これ車じゃダメっぽい気がしてきたな。バイクだからなんか無理やりいけた感じはするね。ただいまだよ。この辺り。違う、あっちか。そしたら、バッテリータイプではなかったか。横の制限時間もいつの間にか消えてるからね。それもそれで心配だ。
さあ、ふーっと渡ってあの橋をそのまま来れるっていうこともできるわけは。で、ほいほい。待ってたよ。さっき登山家から連絡があった。処方した薬があまり効いてないらしい。急いだ方がいい。急病で、その上妊娠中なんだろう。彼も心配しているはずだ。処方薬で少しは症状が緩和されているはずだが、油断は禁物だ。脳死状態になる危険性はまだある。それだけは避けたい。ではこの試作品のバイオプリンターと遠隔医療端末を登山家に届けてくれ。私のとこと彼らのとこがカイラル通信でつながれば、その医療端末でかなり正確な診察と治療ができる。遺伝子コードを送り、プリンター側で DNA 合成したワクチンを出力する。現状ではウイルスのような無生物の合成しかできないが、将来的には生物の出力もできるようになる可能性も秘めている。改めて、そうだね、確かに超精密機械だ。慎重に運んでくれよ。マジか。頼んだぞ。ちょっとした振動でもって感じがするね。しかも結構大きい。で、それはちょっと重すぎるから、橋を。問題はどれくらいの振動かっていう話なんだよね。頑張ってください。武器のロックを解除します。そうそう、ここまで来てバイクで落ちるとかはないようにね、したいもんだね。慎重に慎重に。意外と線が多くなりつつあって、だいぶ見づらくはなってきてるね。
やっぱこのぐるーって回るルートは比較的少ない感じだね。雪でも道ができてるわけか。パースケルトンは一回あれかな、作り直しが必要かもしれないな。道ができてる。歩いた道だからだね。状態だといくらなんでもバッテリーは持たないんで、あそこで回復だね。まあといってもあとは歩いていく感じだからね。バイクで通った道ができてるね。この辺りにしよう。無難がいい。なんか声が聞こえる。はいはい。さあ、もう少し。いやー、道ができてるとほんと楽。あ、ルーって叫ぶのか。さあ、納品。これは早いだろ。荷物を納品します。来てくれたんですね、ありがとう。彼女の様子が良くない。来てもらえて助かりました。
ゼロか。スピードプラス3か。先生からカイラル通信をつなぐように言われました。そして必ず UCA に加盟するんだとお願いします。まあ命と引き換えっていうわけじゃないけど、それをしないと運んできた機能が全部無駄になるかいね。おお、レベル3出たね。パワーグラブ。先生。よし、私のところから端末を遠隔起動しよう。少し待ってくれ。もう大丈夫だ。患者の様子は直接診察するのと変わらないし、遠隔医療端末のマニピュレーターが私の動きとシンクロする。バイオプリンターによってワクチンを作ることもできる。どれも彼女の手製で唯一のものだから、残念ながら複製はできないが、これからはお子さんが無事に生まれるまで目を離さないよ。ありがとうございます。ああ、信じられない。本当です。彼のおかげだ。彼がこの山奥までカイラル通信をつないでくれたからだ。よし、早速見てみよう。まるで先生が我が家に常駐してくれているようです。まあでもゆくゆくはこうなるんだろうね、未来としてはね。一家に一台じゃなきゃ、一人医者みたいなね。もう一息だ。元気になってきたぞ。引き続き頼むな。ん？まだ。おい、サム。登山家から新しい依頼が来ている。まだカイラル通信がつながっていない場所への配送依頼だ。これはカイラル通信接続のチャンスだ。登山家の依頼を受けてくれ。お疲れ様でした。新しい依頼がある。そうか、多いな。いやー、劣化がね、ほんと早いからね。とりあえず落とし物は終わらせて、次が カメラマン。めっちゃ反対側まで行くね。パワーグラブ、これね。パワーグラブはアイゼン上のパーツで、あなたの握力や腕力を補助強化してくれる。それを装備すると、例えば崖をロープで登るとき早く登れるようになったり、おお、めっちゃいいじゃん。早く持ち上げられるようになるわ。斜面を移動中に滑ってしまうこともある。そのとき地面に手をついて止めなければならないこともあるでしょ。そんなときも滑り落ちるのを早く止められるようになるはずよ。それから打撃力が上がったからってむやみに人をパンチしちゃダメよ。マジか。いや、作るしかないね。
そう、まだ BB がっていうわけでもないしね。出動はするが、リサイクルできるものリサイクルして、それでだいぶいろいろ快適になったはず。ちょっとカメラマンのところまでは今回行きますか。溜まった疲労とかをね、できるだけ回復させて、あとは血液パックもだね。スタミナも回復。そして出ると、車庫は何かあるの？バッテリー強化タイプか。あと単純にこれ使える？今回。上ではない。どうしよっかな。特急の影響はありそうだけど、
やっぱこっちは天気悪いか。まあ次の心配はミュールの心配だね。あそこを通るのはちょっと嫌な感じがするな。このまま行ってちょっと上から様子を見よう。さあここまで来ましたね。ああ写真を届けて話を聞こう。まあ、そんな順調に全部つないでくれるのかな。なんか訳ありな感じがすごいするな。そうだな、なんかありそうだな、この感じは。だいたい星1個たまらないときはもう1個依頼あるよね。ほら来た。ああ亡くなった父のカメラか。あーやっぱミュールか。マジか。お、マジで？さあ、追加の依頼が来た。で、そうですね、ちょっと音楽がずっと入ってる感じなんで、そうだね、今回ここまでしましょう。ちょうど時間的にもキリがいいんでね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズ、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら、高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。